さあそれではですね、ボレトモスペシャルトークショーを始めてまいります。濱田有沙選手、そして今井美奈選手の登場です。皆様大拍手でお迎えください。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。では中央にお越しいただきまして、さあそれではですね、簡単に自己紹介の方をファン皆様によろしくお願いいたします。はい、埼玉支部の4546の濱田有沙です。福井支部の4611の今井です。はい、よろしくお願いします。もう自己紹介しなくても皆さんご存知だと思うんですけれどもね、まあ、一応ね、初めてお越しいただいた方もいるかもしれませんので、お名前をね、覚えて書いていただきたいと思います。さあ今ですね、ボレトモキャンペーン告知させていただいたんですけれども、ご存知でしたか？ボレトモ、ボレジョ的な。あ、そうです、ボレジョもあったんですよ。ボレジョキャンペーンしてまして、その次がボレトモなんですよ。はい、お二人はもう交流もあると思いますけれども。そうですね、ボートとも、ボートともボートともですね、ボートとも結構控え室でも日が違うんですよね。そうですね、で先輩何期だ。106期です。あ、でも2期しか変わらないんです。あ、そうですね、はい。でも控え室とかでも結構なんか仲良しでね、お話されてましたよね。そうですね、そんな感じでね、はい、すごい、はい、浜田さんが優しいんで、あ、いや、気さくな感じなんで、はい、喋りやすいです。はい、結構気兼ねなく喋れる感じなんですね。そうですね、はい、遊んだりもするんで、はい、そうなんですか、はい、そのあたりね、詳しく後ほど伺っていきたいと思いますので、はい、さあ、それではね、今日はこちらの3枚のカードを使いましてですね、カードトークという形でトークショーを進めていきたいと思いますので、まずはでは先輩の濱田選手から聞いていただきましょうか。はい、すごい。まずはこちらです。ボートレースの魅力ということなんですけれども、ボートレーサーとしてもう何年くらい経ちましたか？10年、10年くらい、はい、あそこに歴が変わらないですね、はい、10年、この10年振り返ってどうですか？いや、私はほとんど走ってない気がするので。あ、どういうことですか？トレーニングもして、出産もして。あ、そうか、そうか、はい、そうですよね。あの同期の竹井奈美ちゃんとは多分倍くらい違うと思います。あ、へー、はい、あ、そうなんですね、はい、今井選手は？私もあんまり走ってはないんですけど早いですね、やっぱり。あ、はい、まあ、あっという間な感じですかね。早い、はい、はい、あのちょっとお休み中なんですよね。そうなんです、はい、ね、長いな休みを、はい、今フライト2本、はい、どうですか、スタート行っちゃうタイプなんですか？いや、本当スタート感がないんで。え、そうですか、はい、うん、あの1万歩行って、あ、これ切ったなみたいな感じで今井選手が首かしげてましたよ。いや、遅くないんですよ。いやいや、勘が、勘がない、勘がない、うん、まあ、なんか、なんでもいないですよ。いや、今井選手はね、この間、はい、男女混合戦で、そうそうたるメンバーの中で、見事、優勝を飾りました。はい、すごい良かったですね。はい、どうでしたか、あの時の気持ちの。いや、久しぶり、ほんと、2年8ヶ月ぶりぐらい、はい、だったんで、すごい嬉しかったです。はい、スタートはどうなんですか、今井選手は。スタートは、いや、まあ、遅れないようにはしてて、はい、切ってますね。あ、そうなんですね。で、お休みですけども、濱田選手も本当にかっこいいスタイルでレースされますか？でも、みやちゃんのレース、モンキーとか見ると、はい、ちょっとなんか、女子じゃないなと思います。はい、猿っぽいな。はい、今井選手は、はい、濱田選手のレーススタイルは、はい、本当に AI になるのもすごい早かったし、うん、もうレースが上手いですね、なんか気づいたらいるみたいな後ろから気づいたらいるみたいな、いやもう、お二人一緒に走ること多いですか？そんなないですよ、最近。あ、でも、いや、最近はないんですけど、うん、私が1号艇で、みやちゃんが3号艇の時にのレースすごい覚えてるんですけど、はい、これも
スタートは胴体くらいだったんですよ、うん、でこのスピードで行ったらまくられないなと思った感じでターンしたら、おみやちゃんに初動ぐらいで跳ねられてあれみたいなやべえこの子思いながら乗るんですか。いや自分ではそのまくられない感じでターンしたので、あの逃げたなぐらいに余裕みたいなやばみたいな。全然覚えてない。覚えてないよ。いつやろ、平和島かどっかの、へぇー、他のね、それぞれレーススタイルありますからね、はい、もうそれこそ私は本当にボートレースの魅力だなっていうのをね、うん、思いますよね、はい、もう各選手それぞれのレーススタイルがあって、はい、でどんな思いで走ってるのかもね、はい、ちょっと身近で感じてほしいですよね、はい、どこを見てほしいですか。一番見てほしいのはピットマスターで、ね、かっこいいなと思うんですけど私。いやでも、うん、もうピット周りから進入まで、ね、全部ドキドキしますよね、そこから、うん、ね、どんなドラマがみたいな。そうですよ ね、ぜひね、もうそのボートレースの魅力っていうのはもう皆さん近くで肌で感じていただきたいと思います。こんな素敵な女性がね、あのレースしてる姿なんてもう本庁でねしか見れないと思いますので、ぜひとも見ていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はですね、あのお二人にこだわりのグッズを持ってきていただきまして、ちょっとまずはじゃあこれ逆ですもんね、はい、じゃあ浜田選手、こだわりのグッズご紹介していただいてもよろしいでしょうか。こだわりかはわからないんですけど、はい、確かにこだわってはないですね。こだわりこだわってはない。今日こだわりグッズっていうテーマで持ってきてもらったんですけど、で軽いものを持ってきました。あ、なるほどなるほど。何ですか、名前書いてますけど。あ、これは競争に参加する時に、その宿舎、なんだっけ、全権業務の時に、はい、あの選手って絶対携帯とか通信機器は預けたり、そうですね、はい、持ってこないようにしないといけないんですけど、携帯入れです。携帯預けないといけないんですけど、そういうとこに入れるんですか。これに入れて、はい、預けます。へえ。でもみんな、あ、ミサって書いてます。こんな感じよね。こんな感じですか、今井先生。あ、はい、全員こんな感じです。へぇー。登録番号に書いて、はい、これを預けるんですね。預けます、はい、電源切って、電源切って、はい、それで、はい、お持ちいただきまして、はい、で、続いては今井先生なんですけれども、はい、いや、あの、ロープロープなんですけど、はい、エンジンかけるときのやつ、はい、エンジンかけるときのやつで、はい、色が違うんですけど、うん、これなレース中に違うんですよ、はい、ロープの種類は。へで黒いのは沈むんですよね、はい、この水面に、はい、あ、落としたらもう浮かんでこないから、はい、まあ、落としても巻かないんですよ。なるほどなるほど。で赤いのは浮いてくるんで、落としちゃったら、まあ、巻いちゃうみたいな。あで、レース上によって、うん、あの黒ですとか決まってるんですか。はい、じゃあそちらで、ね、こだわりこだわりで大丈夫ですか。一応こだわりとしてはこのロープの紐をちょっと変えてるぐらいです。選手によって長さ決まっ、あ、長さもあの私仕様に一応切ってます。はい、その方がエンジンかけやすいってことですか。そうですね、なんかこう2回巻く人とか、はい、1回巻く人がいるんですけど、まあ、私は1回で、どっち1回です。あ、こうぐるっと回して引く。そうそうそう、ぐるぐる回して引くっていう、そう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 、ことですよね。へぇ、まあ、これがないとかからないよみたいな。あ、エンジンかからないとレースになりませんから大事ですよね、と思うんですけど、ね、はい。さあ、それではですね、まず前半はここで一旦区切りとさせていただきまして、後半はこのカードトークの続きとまたお話ね、あのチャリティーオークションも行いますので、また第8レース発売中に皆さんお集まりいただければと思います。で前半戦は一旦ここでお別れしたいと思います。今井選手、浜田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは登場いただきます、皆様大きな拍手でお迎えください。どうぞ、よろしくお願いします。さあ改めましてよろしくお願いします。お願いします。さあではね、早速もう時間も少ないので早速カードトークに移りたいと思います。はい、はい、さあ先ほどのね前半戦ではボートレースの魅力というふうにね語っていただきましたが、もう皆さんね
お聞きいただきましたが、続いてのカードトークに移りたいと思います。では続いては今井選手、聞いていただきましょう。これはいこれでじゃあ、はい、友達との思い出ということで、やっぱりボレトモキャンペーンを行っていますので、友達との思い出を語っていただきたいと思うんですけれども、ボートレーサー同士って交流って普段あります？あります。はい、意外と、意外と、はい、なんかレースでね、各場もうバラバラにレースされてるじゃないですか。だからいつこう会うのかなと思ったりするんですけど、結構こう、例えば戸田に入ったら、はい、浜田さん家に全泊で泊まりに行かせてもらったりとか。おー、そうなんですね。ありました。はい、そうですか。はい、浜田選手は逆に今井選手のお家にはあったっけ？ないです。あ、ない三国にそんなに入ってなくて、はい、レース場ってこう偏りとかあるんですか？あっせんに結構はあると思いますね。はい、どこのレース場多いですか、浜田選手？走ってない。さっきもおっしゃってましたけど、はい、今井選手はでも関東と近畿が多いですかね、地区的には。はい、あ、そうなんですね。いや、普段どんな風に、どっか旅行行こうよとかありますね。最近はないですね。そうね。あ、ここは、はい、あ、でも前に一緒にこう13人ぐらいで沖縄に行ったりとか。へえ、いいですね。でも沖縄で選手の方ね、よく行かれてる人多いんですけどね。多いですね。行きやすいっていうのもある。あ、行きやすいからなんですか？そうですね。なんか普段時間に追われてるじゃないですか、プロペラ調整とか。だから癒されに行ってるのかなと思ったんですけど。そうですね、行って癒されに。どんな風に過ごしたんですか？何した、何した何したっけ。え、何年前なんですかそれ？でも4年くらいですか。波照間島、はい、に行って、はい、星を見たね、夜。そう、夜星を見て、朝日を見るっていう。完全に癒されに行ってますね。ね、もう大変ですもんね、レース場。そうですね、はい、ね。そもそもね、ボートレーサーになったことはお友達が知ってるんですか？ボートレーサーだっていうのは、自分はボートレーサーだっていうのは、はい、言ったんですか？言ってるんですか？あ、でも私大学の2年まで通ってたんですけど、はい、2、3人にしか言わずに、あの大和学校にその時は入りました。あ、なんで周りの人はなんか、浜田がいなくなったみたいな。あ、そうなりますよね、はい、だって1年間そうです、ね、音信不通なわけですよね、はい、いなくなったって、はい、消息不明でやってたんですね、はい、でも卒業できるかも分かんなかったんで、あ、なんか、はい、できたら、はい、あの卒業して、はい、なってから伝えました。はい、今井選手は？私は高校で出てなったんですけど、はい、実家は富山でレース場があるのは福井だったんで、はい、まあ、一応伝えたんですけど、多分みんな分かってないです、あんまり。あ、はい、へえ、なんかよく分かってないです。まだやってるのっていうなんかよく聞かれるんで、まあ、一応まだやっておきます。こんなに活躍してるのに。あんまり分かってない。あ、そうなんですね、はい、ちょっと声援とか、そのもし大和学校の時とか手紙とかやり取りとかをしなかったんですか、友達と？もう親としかしてないです、私は。へえー、はい、今井選手は、まあ、たまにですね。あ、はい、友達とたまに。今応援来てもらったりとかしないんですか、友達？はい、あ、たまに、いや、あんまりですね。あんまり、はい、いや、友達、はい、遠いっていうか、富山なので。あ、そうですよね、はい、レース場がちょっと遠いですね。あ、はい、で、浜田選手もそんなに友達にも、なんか宮島走るんだったら、はい、まあ、地元が宮島なので、うん、走るんだったら行くけどって言われてるんですけど、はい、宮島を走らないので。あ、行った時は声援が来るんですね、はい、友達との思い出っていう面に関してなんですけど、ね、ボートレースと
友達の思い出って何か関連性あります？まあ、そうですね、もう、まあ、ぜひ、オートレス用で友達を作ってください。でも一人でなんかこう見るよりもみんなで大勢で見た方がやっぱりレーサーの方も盛り上がってほしいなっていう思いで走ってますもんね。そうですね、うん、あの手振ってくれると、はい、とか見えますからね。あ、はい、そうですね、なんかもう手振ってくれたらもう友達ってこっちも思っちゃいます。なるほどね。あ、じゃあ、はい、俺とでもファンの方同士じゃなくて、うん、そうですね、オートレーサーとファンの方の友達に、はい、そうですね、全員で友達になっていただきましてね、はいはい、盛り上がっていただければと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。すいません、なんか手振ってくれて。もう友達ですね。皆さんも今のうち手振ってください。うわ、いいですね、そういう交流がね。ありがとうございます。じゃあ、最後私が聞くか危ない。あ、すいません。はい、レース場の見どころということでやっぱり本場に来てね応援してもらいたいということなんですけれども、レース場の見どころ、カメド選手何かあります？私、子供を、あ、はいはい、産んでから、はい、そのレース場であるイベントとか、うん、すごくいいなと思って、はい、ぜひなので皆さんもお子さんがいたら連れてきて、はい、で私も行きたいなと思うんですけど、はい、選手なんて行けないじゃないですか。そうですよね、はい、入れないですもんね、普段で。いや、なんか今日ね、お子様連れてきてもらっても、はい、本当可愛いですね。あの旦那そっくりで。いや、本当中田レースさんそっくりですよね。いや、はい、本当もうあの解説のね、津田藤雄さんとかも、はい、お父さんそっくりだなって言ってました。見てますね、はい、はい、で。でも浜田選手と中田選手似てると思いますね。あ、似てると思います。なんか年々そう遊び行ったりとかすると、うん、付き合ってる時とかは兄弟ですかってよく言われました。 あ、そうなんですか。へえ、ちょっと韓国チックな薄い顔なんだと思います。なんか色白なね、すごい薄い感じでね、はい、かわいいですよね。かわいいです、はい、そっか、お子さん、そうですね、ボートレース場って言ったらそのあのキャラクターショーとかですよね、はい、そうです、はい、どうですか、あの三国ポートの方でも何かイベントとかもされてるんですか？あんまりやってないです、三国は。あ、そうですか、はい、まあいいです、三国は。いいですか。でもね、本当に住みたいわ、本当いろんなイベントとか結構ゲストとかも豪華ですからね、はい、なんか芸人さんとかも来るのご存知ですか？あ、なんか明日バイキングさんですか？あ、はい、会いたいです、普通に。ねえ、はい、あ、そんないっぱい芸能人も来るボートレース場、多分皆さん知らないと思うんですよね、今の方。伝えてください、伝えてください、ぜひともね、レース場本当に見どころたくさんですので、ね、お子様も連れてきてないでですね、はい、ありがとうございます。ということでね、あのボレ友にちなみまして、ボートレースの魅力、友達との思い出、そしてレース場の見どころと、いろんなねお話を伺いました。本当にありがとうございます。さあ、今日はね、本当にたくさんのね、もう短い間でしたけれども、お話ししていただきました。ではですね、最後にお集まりいただいたファンの皆様に、一言ずつメッセージいただけますでしょうか。では、浜田選手、お願いいたします。はい。明日からも住みのいではイベントがたくさんあると思うので、ぜひ、本場に来て、うなぎをたくさん買ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それでは、今井選手、お願いいたします。はい、明後日から、唐津走るので、また応援してください。あと、まあ、住之内ちょっとなかなか最近来てないんですけど、はい、住之内好きなんで、またよろしくお願いします。友達とってください。はい、ありがとうございます。